面のなんか表示のタッチパネルがちょっと古いっすよね。へえ。古いっすね。エアコン調整しようと思ってボタン、エアコン調整のボタンを押して温度下げようと思ってもボタンを押してからふって反応するんですよ。だからせっかちで連打していくと22度ぐらいしようと18度ぐらいになっちゃって、はい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 、寒くなったりして。若干お時間下がるんですね。表示が昔のブラウン管みたいな。現場に置いとく機械に雲がこう張ってくるところなんかこうだんだん春になってきたみたいな。これから虫がねいっぱい出て。そうなんです。基本おいらの現場機械は全部窓開け禁止ですから。ああ。窓開け禁止。それはどうして？機械の中汚すの嫌なんで。掃除めんどくさいんで。はい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 。なんかね、やたらドアとか窓とか開けて作業をね、うん、やる人がいるけど、その現場は禁止。へえ、ね。そんだけやっぱりゴミが入るってことですね。そう、埃現場ね、こういう仕事。まあそりゃそうだよね。で、あのガラスが汚れてるの俺嫌いなんで。へえ。全部まあ窓拭きのウエストクリーンビューとか載せておいて。言ってましたもんね、レディーを扱う男にやってるの。そうですね、そう、機械を優しく燃料節約ですか。7分目までしか。本当にそうですよね。なんかアクセル吹かしてる人早くやってるように見えるんですけど割と変わんなかった。はい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 。あのバンバン吹かしてると、ね、合成にやってて早い感じだけど実際はあんまり変わんないし騒がしいだけなので。レディを扱いね、エコ林業として。エコ林業ね。エロ、エロではないです。エロじゃなく